さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は自由契約リストが更新されたので、それについて見ていきたいと思います。ということで、6月10日に自由契約リストから抹消された選手がいましたので、その選手を見ていきます。4月22日に公示されていた岡本沙耶香選手は、愛新への移籍が決定しました。続いて6月11日に自由契約リストから抹消された選手がいましたので、その選手を見ていきます。4月29日に公示されていた渡嘉敷来夢選手は、愛新への移籍が決定しました。以上の選手が今回自由契約リストから抹消された選手です。6月1日に大きな動きを見せていたダブルリーグですが、その後はなかなか動きがありませんでした。そんな中、ようやく動きを見せたのが10日でした。その10日に発表されたのが岡本選手の愛新への移籍。予想していた人、びっくりした人、それぞれだったと思いますが、愛新としては6月1日に移籍加入した平瀬選手を含めても、今回の移籍が発表される前の時点でのロスターの人数が9人だったということで、積極的に補強に動くと見られていました。そんな愛新は今回岡本選手の獲得に成功し、課題の攻撃面を強化することに成功した形になると思います。岡本選手としては2324シーズンは開幕してしばらくはそれほど多くのプレータイムを得られていたわけではありませんが、シーズンの後半ではスタートで出ていた選手の怪我の影響などもあってスタートでも起用されるようになり、そこはさすがと言える活躍を見せていて、エニオスを支える活躍を見せていました。愛新としては1日に獲得した平瀬選手同様に攻撃を牽引してほしいと考えていると思いますし、どういった起用の仕方になるかはわかりませんが、どんな起用法でもしっかりと活躍してくれると思います。そして翌日には渡嘉敷選手の愛新への移籍が発表されました。今回の移籍が発表される前の時点で、渡嘉敷選手と岡本選手は同じチームに移籍するのではないかと予想している人も多かったと思います。私自身も同じチームに移籍すると予想していましたが、愛新への移籍ということで驚かれた方も多かったと思います。愛新としてはインサイドが一番の補強ポイントだったので、そのポジションに渡嘉敷選手を獲得できたということで、愛新としては最高の補強に成功した形になると思います。攻撃面はもちろんのこと、ディフェンス面で高さが出せることが大きく、戦い方も一気に変わると思います。渡嘉敷選手としても岡本選手と共に新天地で新たなスタートを切るということで、モチベーションが高いと思いますし、新天地でどんなパフォーマンスを発揮してくれるのか注目されると思います。愛新は平瀬選手、岡本選手、渡嘉敷選手と能力の高い選手の獲得に成功し、新シーズン注目を集めるチームになったと思います。大型補強に成功した愛新がどんなバスケットを展開していくのか注目されます。それでは現時点で自由契約リストから抹消された選手を見ていきたいと思います。現時点では移籍が17名、残留が5名となっています。ようやく動きを見せたダブルリーグですが、まだまだ去就が判明していない選手も多いので、これからも動きを見せていくことになると思います。以前の動画でも話しましたが、今年に関しては WKBL の関係もあって、例年に比べれば動きも遅くなると思うので、少し気長に見ていただけるといいと思います。まだ去就が判明していない選手がどういう決断をしていくのか、今後の W リーグの動向に注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。